おはようございます。おはようございます。おはようございます。よく会いますね。よく会いますね。長野で本当に、はあ、最近思うんですよ。おお、なんだろう。僕はこの番組で何をやりたかったんだろうっていや冷静に考えてみたら、はい、まんまいが出づらくなった六号機時代にまんまい復活させたい、誰もやったことないことをやろうっていうスタートだったわけじゃないですか、はい、そう考えるともう今や当たり前ですよね、まんまいって、はい、多分近所で出てますよ毎日。あ、そうですね、僕もよく見ます。よく見るじゃないですか、はい、正直バルブレイブバキで今まんまい出しました、はい、って言ってもへーって感じじゃないですか。だからあんまりまだこうまんまいを見かけない機種の方がいいんじゃないかっていう。ああ、なるほど。まあ今日はヘイエリートサラリーマン加賀美、今は式、今は式まんまい僕は見たことないですね。まあ確かにまんまい出る機種かっていうとまあなかなか難しいと思うんですよ。そうですね、動画でもちょっと記憶いないですね。いや僕も見たことないんですよ。みんな打ってるのにあんまり出てないってことはやっぱり価値がある。そういうことです。なるほど、はい。まあ、この番組でも導入日に打って、はい、12万2000負けで、はい、何もできなかったわけですよ。そうですよ。だから個人的な恨みももちろんありますよ。最悪の帰り道でしたもんね。最悪の帰り道でしたただまああれは初打ちだったわけですよ。はい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 。まああれ以降当然打ってますよ。そうですね、はい、出るイメージ出し方っていうのはある程度分かったんで、はい、まあ、そういうリベンジも兼ねて鏡で真ん前イン長野ですよ。あ、違う、いらない言わない、いらないじゃあ期待して見てます。はい、お願いします。お願いします。さてさて、大選びで決まるからな、パスロってもんは。まあまあまあいいでしょう、ツッコミはなしの方向で。ちょっと待って、ああこっち空いてんの、取れないかと思った。あ、よかった。どうしようかな、大選びなんだよないやもう選べないっすよ、もう残り2台ですからね。まだこれにするか。こんな選べないと思わなかったな。確かに。はい、意外と埋まってて。いやそうですね、はい、まあなんとか一応取れたんで。やっぱ今のトレンドなんですね。そうですね。ではますか。まあ導入日に打ったときはおそらく低設定だったと思うんで、あの台は今日はちょっと高設定を打ちたいんですよ。もうあれから多少情報も出てますし、実際高設定を1回打ったんですよ。もう確定画面出た台を。へー、まあ負けたんですけど負けたんですけど、はい、全然やっぱ挙動違ったんで、うん、まあ、まずはまらない、まあ、200のゾーンまでには遅くても大体当たるで、直撃もあったし、はい、当然引き戻しもあったし、あとまあジャクレア役とかでも結構当たったんで。だからみんな高設定を狙いに行くんですよ楽しいから。そうですね、楽しいしたくさん出るし、なんなら万枚のチャンスも多いわけですから。そうですね、だからみんな高設定を打つ。分かってますよさあ今239ゲームなんで、チャンスモードいってればここで当たりますね。大丈夫でしょう。大丈夫ですか。まだ先にモンローしか消えてない大丈夫かな。いやー、解除開始です。これは当たりません。いやチャンスアップ試合だな。大丈夫、大丈夫、一気に行くよ。さすがに大丈夫。はい、
254ゲームチャンスモードですね。総投手9戦、はい、いや良かったですね。他の台と一緒で250までに当たりましたね。そうですね、うん、さあ入れましょう。アメリカを狙い球へ。さあ約 10%。 ああこういうのを当ててこそですよ ね、 そうですね。今日やれるかどうかっていうのはすんなりいきたいな。さあ次7ゲームです。これ来ないとやばいぞ。いやーついてくれ。はい、やり直しですね。知ってます。まあ一旦ちょっといい挙動確認しておきましょう。ここでいきなり天国上がっちゃうみたいな。頑張ってくださいね。まあこれやるか。ゲームの始まりの時期はレッツフィッシュファン。お行くよ。おーチャンスが来ましたね。高設定挙動じゃないですか。これもおそらく設定されるんでいい挙動ですよ。よよしよし、これ当てれば全然さっきのミス帳消しにできるぞ。いや残念ですけどラブフォースワンは当たりません。当たりますって。よしもらった。なんでなんとなくよし82ゲーム。本当になんとなくだった場合ってビッグマウス出ないんですね。なんとなくです。一番本人がびっくりしてるから。よかった狙い構え。いやいいんじゃないですか。2回目のボーナス持ちコインでいけましたね。奇跡的に。今日はそのなんとなくで満杯出しましょう。なんとなく満杯出しますわ。満杯出した後に誰かにどうやって満杯出したのとか聞かれても全部僕なんとなくとしか言わない。うわーやだなそんな人。こっちは真面目に聞きたいのに。ちょっと嫌なやつかもしれない。なんかすごいの引いたの。いやなんとなくって言っただけですね。えチャンス目33%。これは当たりますよね。これ当ててかないと。いや結構強烈外すことに定評あんだよな。強烈本当に外す。致命的です。残念。次60です。これで当たらないと中1へ引くしかないですよ。おお豪華サムネですか。これこれサムネ候補ですね。はら、あららら1ゲームですよ。チャンス目か。ああ強烈薬3回目ですね。当たんないんすわ。
それはしんどいですね。お、いいじゃないですか。2回目。あ、よしよしよし。やっとやっとだ。これ外すはさすがにないですよね。これ外したらすごいですね。すごいですね。もうサムネでいいですよ。超ホットットタイム外したっていう。誰が見んすかそれ。次もう40ゲームです。いやいや、いいんじゃないですか。高設定挙動も見れて。はい。はい、け。初。初 AT ですね。まあ、あの展開だったらに1万5000円で止まりましたので、はい、全然いいですよ。全然いけますね、これは。あー、伸ばそう。最初、あの 20% は大事なんだよな。大事ですよね、あれ。あれ超大事。あれだったらな。あれだったらな。いやー、甘いな。駆け抜けちゃうぞこれ。駆け抜けましたね、はい、一応32ゲーム以内だったら続くし、じゃなくても1パーぐらいで続くらしいので、はい、おっと、ステージが引き戻したかこれ。いや全然ありますよ。だってもう32ゲーム以内のボーナスはないってことですから、お、雪がついてますけど、え、どういうこと、わからん。このチャンス目がこれ引き戻しの前兆中、なんかセット数乗りませんでしたっけ。なんか絶対乗るみたいなの聞いたことあるな。へえ。あ、もう当たることは分かってんすよ。ただのボーナスって落ちないですよね。そうっす。いや、ない、うん、32ゲーム以内だから、さすがにこれ引き戻しだと思います。今82ゲーム、うん、これがボーナスだったら強制継続してるはずなんで、はい、なんでなんでなんでチャンス目か。じゃあチャンス目の激アツだったんですよ。ちょうど32ゲーム目にそんな奇跡ある。途中で引いたチャンス目ですよねこれ。はい、であのステージも強めのフェイクだったんでしょうね。おいおい、引き戻したかもよっていう期待度の高い演出を引いてしまったんですよ。信じられない。だって嘘でしょ。お、そう。でもまあ青だからいいや。いいんですか本当に。許す。青だから許す。ああ、しかも、はい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 、これいっぱい揃えるとこだな。また普通のこと言った。興奮すると普通のこと言う。はいはいはい、いい着地でも、ああああ、はい、いいですよ。一発目、はい、二回目、ああ、出てきた。きつい。まあ、3回ですね。まあまあとりあえず伸ばしますんで、はい、ディスク取りましょう。まず 20%。
ないと。え、目標はディスク1枚ゲットですか。いやいや、完走ですよ。目標完走ですか。完走です。ディスクはもう取って当たり前な。さあ、ノーレアグで50ゲーム使っちゃいました。シンプルによろしくない。あ、やっていた。おー、よかった。とりあえず上乗せ。あ、さあ全長ですね。ここを引っかかってくれないとちょっとやばいかもしれない。しますよ。ジムノリ。なくはない。あ、熱い。おっと、ガード。これもらったでしょ。あ、もらった。よかった。とりあえず初ディスク。わあ、オーナー。ケイシローダンス以上ですね。あらあらあら。これは今日いけるぞ。いけますね、これ。で、ディスクジャッジメント。ここですね。はい。あ、2人か。あ、まあ、ちょっとだけドリームかな。あ、大丈夫大丈夫大丈夫ですか。この苦手なケイシロダンスを乗り越えてこそですよ。何ゲーム乗せたら、お、今日は違うなと思います。いや、とどろきで200ゲーム乗せたら。200は十分ですよね。全然全然 OK です。 OK です。じゃあ目標200で。200なんて乗せたことないな、多分。次トップなんで、ここですね、赤。はい、お願い。あー、違う。さあ、デンジャー来ましたね。30ゲームですけど、まだ。やりやがった。何も成長していない。何も成長していない。さあ、2回目。あれ強くない。マジっすか。ちょっと上に回してみます。ほら、ディスタンス多いっすもん。もうディスタンス多いっすね。でも2人か。あー、あー、そうか。あ、まあ、基本これですよね。200ゲームですね。いやいや、30じゃなければいいっすよ。あ、じゃあそれぐらいの気持ちでいきます。おーい、めっちゃ軍曹いる。あ、いい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 っすか。これいい。トップ取ったら熱いな。あー、いいですよ。トップないけど。
ほらほら30超えた40よししかもいいまた保留がいいやれるやれるおすごいよしああトップないな赤開けたいのにおうまいですね変わりますよミドルうんうんこれ保留変わるかもしれないあー1個全然消えたけどまた軍曹出てきたここ超えないともったいないですよこれあさっきはいけんじゃないかなあおお成長が見られるそうですねやれてますよやれてますよ赤が開かないんだよなトップ来ましたよ2分1で赤おおうまいうまいうまいよしおー来たあー20個大技来ないかいやでも200も見えてきましたよ確かにさあデンジャー来ましたねあーやばいなあ110とまあまあまあ繋がったんでおはははそうそうかこれこれこれあるんだったいけるいけるああもう全部変わってるからああ赤 あこれこれ伸びるぞ本当ですかこれ伸びるなんでですかなんとなくまあでも今日そのなんとなく結構当てになるんでああ大丈夫大丈夫、うんうん、おおレア役引いてるレア役引いてるああめっちゃ赤いんだよな惜しいいいですよそうサイドに赤がないんだよないやー別のパネル出てこないなあーこれだよな出たぞただしばらくないんだよなこれ取れるやつがあんたデンジャートップデンジャーミドルデンジャーなんで今だいぶ乗り越えないといけないだいぶですねはいはいノープロブレうまくなってるデンジャー一向機にやっぱ来るなあね、まあまあまあ大技見たかったけどいやでも本当にだいぶ上出来上出来成長しましたね成長ですああでっかいなもう苦手を2つもクリアしてます楽しいほら楽しい嬉しいえ分かんないもう一個言わないですかドリカムに乗せたんじゃないですか今嬉しい大好きなんだっけ嬉しい楽しい大好き嬉しい楽しい大好きか何事だあドリカムにうまっそういうことですかそうそうそうこれはうまいっすよ分かってて言ったんじゃないですか全く分かってなかった500枚オーバー、うん、久々ジャプチェ、うん、あ、わかったで、前兆ともろもろラストチャンスですねそうですね、うわ、行かなかった、待てろこの週1回も行かなかったな。さす
スト、うん、1597枚と、はい、1000枚ぐらいプラスだったかな、3枚で、まあ、終わっちゃいましたけど、ドリームカムザゲンあるんで、はい、もう何より AT をずっとやってたいから、そうですね、これはそう、こっちで行きましょう。約 52% ですから引き戻せる可能性の方が高いんで、大丈夫、あ、下バネ消えました、おここじゃないんだ、ああのこれぐらい当然ですよ突然のビッグマウスどうしたの、嬉しいすいません、なんで本当はめちゃくちゃ嬉しいです、すごく僕が戸惑っちゃったなんでそんなこと言うんだろう、そうですね、あの素直に嬉しいです、うん、はい、終わるんですよね、400抜けちゃった、これ飲まれるの、まあそうなんですよね、シャッターチャンス、はい、628ゲームありがとうございます、当たってるじゃないですか、ようやく素直に当たってくれた、343枚あら、これ引き戻したでしょう、今日2回目のこれ引き戻したでしょう、はい、時間前、 Here we go! じゃあ排除開始です、あさすがに大丈夫か、ちょっと怖かったですね正直力こそ74ゲームそりゃそうですよね、これでボーナスだっておかしいっすもん世界で多分ただ一人だったと思いますよ、今のタイミングで引き戻しじゃないことを怖がってたのそうですね、引き戻ししかないしもん、そうですね、ありえないですからね、ここでボーナス、あー繋がりましたね、あ、ついに20%引いた、あー来ましたね、来たやっと来た、もうここで連絡引くだけ、さあここ引けないんだよな、ここむずいんすわ、引けました、逆転、ないか、これはうまいんじゃないですか、トランクがいいな、じゃあ黄色、あ、赤だ、あ、変わった、多分50以上だったっけな、よっ、いけ、よしよしよし、あーやっと初カモンループですね、長かった、あー弱い、あー30か、あー終わった、40ゲームか、まあまあこんなもんじゃこんなもんですよ、コツコツ乗せてるけど届くのが、届かせましょう、悔いが残る、あうん、うわおっと、うわおっと3桁でかい、これはでかい、しかも一応黄色っすね、うん、何事だ、左右、あー楽しい、
楽しいっすよね。これこれ120か。あ、200の前兆。いやー、いかなかった。あら、おおおお、なにこれ。あ、ループ期待できるやつだ。見たことないっすね。チャンス目。あ、カモンバッジ取ってるんで1回は続きますね。しかも赤です。赤ですね。ここ大事だな。よし、これこれこれですね。あー大丈夫。はいはい、これで80。うん、80。あー、でもだいぶ戻ったぞ。あー危ない。こうやって耐えていくしかないですもんね。いや、そうです。あー、ほら、もう400円もいかなかった。いや、俺のせいじゃん。いつ行くんですかこれ。だって1回も待てるの言ってないですよ。戦いですよ、鏡と松間の。そうですね、これちょっと負けられないな。負けられないですね。はい、一応1000枚超えたんで、ドリームカムザゲインの権利は取りましたけど、そんなのどうでもいいですよ。いいっすね。ディスク取らないと、うん、やばい、力尽きちゃうこれ。遠いよ。鏡に屈しますか。屈したくないけど遠いんすわ。何ゲーム足りないですか。あ、だから900までって考えたら、あと350ゲーム乗せなきゃいけないんで。350って。それを乗せるためにディスクを取るんですよ。おかしいですよね。で、そのディスクで30ゲームもらう。もう意味が分かんない。ラスト5ゲームですね。今553ゲームです。取れないのか。初戦松間優も鏡の犬か。諦めない。トータル1570枚ですけど、よし、これいったでしょ。あ、勝ったぞ。たどり着いた。たどり着いたぞ。前人未到の境地に。いや、ギリギリだったんだじゃあ。そう、すげえ。いや、もうこれ完全に勝ったもんな。あんまないですよ、ここまで。いや、ないないない。気持ちいい勝ち方は。はい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 。おおほほほ。ああ。いいですね。いいですね。なんか言ってますわ。ちゃんとちゃんとふさわしい演出出てる。いいっすね。いや、勝った。ある意味ドラマチックですよこれは。そうですね、うん、いや、いい、もう全然勝ちましたから。これはもう結果じゃないんですよね。そうですね、うん、たどり着いたことがもうでかいね。これ過程が大事なやつ。いやー、はいはいはい。おあら、160か。まだ終わらせない。増えてるんですけどね。全然早く出てるから。177ゲームはい、普通にこんなことが起こりうるのか。うん、1141枚。
コインも4500枚ですからね。終わっても余裕ですもんね。ゲーム、あれか、はい、164ゲームボーナスないか、引かないですね。なんだなんだ。はい、352ゲームあぶな。ほら40スモー、これ無理っすよ。はい、79ゲームチャンス目から、はい、40ゲーム4連続スルーですね。ある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 と思いますけどね。でしょこれ。これはあるでしょ。よし。初100、うん、あるぞこれ。フリーズ、いや見せてくださいよ。マジで見たことないんで。見たい見たい。3分の1ですよねと言われております。どうかな。さあ3分の1でフリーズと、現在6時20分ですね。はい、今日僕はちょっとこの後群馬県に行かなきゃいけないので、この ET が伸びなかったらもうラストになるかもしれないんで。いやでも500ゲームハマってたんですよね。そこそこ感想でもらえるんじゃないですか。そうですね、3500ぐらいもらえるかもしれないです、ね、いいですね。じゃあまずはフリーズ、はい、3分の1ですからね。でベッドボタンでアメリカンドリームと言います。ここですね。で、あのぬるりが来れば、あー、いった、マジか、やった、すげえ、初めて見た。嘘じゃなかった。というか、レバーを叩けって俺初めて見ました。あ、じゃああれ出た時点で熱いのかな。かもしれない。うわ、鳥肌やばい。いや、俺も鳥肌がやばい。本当に引くと思わなかった。マジか。やっぱ今日は違いましたね。違いますね、うん、見せましたね。これでプレゼントですね。いやマジか。いやいけるぞマジで。一応この番組で初めて弾くんで軽く言うと、30ゲームのイズボーナスで消化中、はい、バンバンディスコを乗せると、うん、話には聞いております、はい、で僕過去1回やったことあるんですけど、その時10個乗せました。平均確か 4.5 個ぐらいかな。おー、よーし、いきますよ。はい、いや嬉しい。いや素晴らしい。ただまあ見た、ここで満足しちゃダメですよね。そうですね、ちゃんとやりきりましょう。だから最低でも5個ぐらいは取りたいですね。はいはいはい、1個目。当然レアカーついですけど、レアくなくてもパンパン乗るんで。なるほど。いらないですよ、ここでしょぼい感じで終わる。いつもの変なやつ。いや、いらない。許しません。やばいやばいやばい、マジやばい。大丈夫大丈夫。
ったりで終わっちゃうんですか。終わります。ハテナナビとかにならないんですか。ならないです。あ、はい、あ、はい、ラストですね。お、ダメか。3つです。まあまあまあ出せば関係ないですからね。まあまあいいですよ。ここはしょぼかったけど、うん、最終的に完走すればいいっていう話ですもんね。そうですね、うん、だから完走の画面でお会いしましょう。 OK です。あー、1個目3人。ああ1個目はセット継続。やっぱそうだよな。そろそろ突破が欲しい。あ、レアギター。熱い。これもう作中ですけど一応ケイシローダンサー確定ですね。ディスタンスがいい。あー、届け取り。いや、でもでかいこれ。よし、200乗せるぞ、200。やばい、セット継続下回っちゃう。よしよし。あ、いや、でかいこれ。これ取りたいんすよ。よしよし、ちょっと待って、早く。あ、ミドルがないんだよな。いや、マジこれあるぞ、事故るぞ。チャンス目。よし、来た。ようやくグラビティ。はい、いいですよ、いいですよ。67、いやいや、十分十分。いや、まだあるからな。よし、よし、来た。ああ、またまたグラビティ。38。これで250。鏡の保留。いや、これ全部取ったらマジ熱いからな。よし、いや、でっかっ。やばい、これマジ事故る。ゾンビのやつですね。いっぱいあるぞ、役。とりあえず3回保証プラス 66% 継続と。
101個は取りたいな。ここからですね。しこってる。135。やばいやばい、これ何ゲームだ今。435。あるあるぞ。え、しんど。やばい。十分でしょう。まあ、まだあるかもしれない。455ゲーム。完走しちゃいましたね。しちゃいましたね。ラスト AT って言ってた AT でびっくりだわ。びっくりですね。いやでもどうするんですか。何がですか。8時ですよ。まあ群馬に今日行かなきゃいけなかったんですよ。そうそう、うん、明日朝から群馬でちょっとお仕事なので、はい、でも8時で間に合わないので、はい、延泊して明日始発で行きます。あのもう連絡は入れましたので。万枚出る可能性がまだあるんで、最悪そうなっても大丈夫ですか。まあじゃあちょっと一回状況を整理しておきます。そうですね、はい。まあ今完走しまして3182枚と、はい、で今8時で、持ちコインが6657枚と、はい、いやでも本当狙える位置まで来ましたね。そうですね。だからこの後ドリームカムズアゲン入りますので、はい、ここはすんなり超えましょうね。じゃあいきますよ。もう時間が惜しいんで、はい、もうこれでいきます。おお、いいっすね。まあまあ、どうですか。来ましたよ。はいはいはい、まあまあここはそうそうそう、こんなん通過点ですよ。そうですよ。ここでつまずいてたらもう無理なんで、はい、これが私のアップサンドリーム。ただ問題はこの引き戻した AT 今日ほぼほぼ駆け抜けてるんで、これ完走してもまだ届かないですからね。はいはいはい。あ、え、ここでまさかある。持ってきたぞ 20%。圧倒押しされてる。あっちー。いや300ゲーム乗せて。そうですね。とりあえずディスクに手をかけたいですね。そうですね。いやちょっとトランクください。あっちー。あ。そう来る。チャンス目。いやいいですいいですよ。ないか。いやマジちょっと震えてきたな。こうだった。まんまに手が届きかあ、終わった。なんか語り出したら終わった。語らせてくださいよ。
ラスト3ゲームですね、あっという間に。絶対継続しないかな。93枚と。まあまあまあ、でもまだわかんない。いいですね、揃えましょう。おっしゃ、よし、いける、あるぞこれ。これはやった。はいはいはい、4連続する。当たるかも。当たりますわ。外れたんですけど、最後にとんでもない演出また選びましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ惜しかったですね。いや悔しすぎるんですけど、いけましたもん。それはちょっと厳しかったかな。いやいや、いける可能性ありましたもん。全然、だって3時間ぐらい残してあと3000何百枚だったら、まあまあ順増的には、いや全然可能性ありましたよ。まあじゃあちょっと結果を。ああはい、投資15,000円、回収が6708枚、3枚がプラス6018枚、6000枚は達成しました。はいはい、ちょうど帰ってきた感じですかね。そうですね。すごい、パチ調ってよくできてるな。もうちょっと欲しかったですね。ここちょっと欲しかった。うん、惜しかったっていうにはちょっと一歩及ばないかなと。結構すごいと思うけどな、香川で7000枚は。いやまあすごいですよ。万枚出なかったことは悔しいです、うん、ただ万枚出せる可能性あるぞっていうとこは見せられたと思うんで、そこに関してはそんなに悔いはないです。やれるだけのことはやった。わかりました。終わりますか。もうやばいっすもんね、時間。やばいっすね。やばいっすね、はい、ここから車で帰るもんね。そうなんですよ。もう9時半ですけど、はい、すいません、そこに関しては本当にすいません、これガチで。